皆さんこんにちは。日本人の神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、6月の28日、天皇家の方たちや総理や国会議員の方たち、他にも名称をつけ始めたらたくさんあるので、一旦、それぐらいにしておきます。要するに公務員、国家公務員とか、そういう放送会の方たち、春山整骨院の件なんですけども、本日も、建物の中でも話せばいいのに、わざわざ外で集団でごちゃごちゃ言ってくるんです。で、夏場でしょ。で、ベランダの戸を閉めていたとしても、やっぱり声は聞こえるんです。この距離ですから。当たり前のことですけども。で、ずっと絡んでくる。で、こちらが嫌がってる部分に関して何かこう物を言い返さなくても楽しそうにしてるんですよね。言ってる内容とか言葉をずっと羽も整骨院を監視したりとか、私の家の横に近づいてくる半径例えば50メートルとか100メートル以内のところの道を全体的に監視していれば大体のことはわかります。音声とか実際そいつらが喋ってますからね。大抵複数で行動しています。ごく稀に、今週だったと思いますけども、一人で歩きながら、絡んでくる人間もいます。未だに。これが現実であって、それは公務員の人たちとか、しっかりと法律とか、法令とかの勉強をして、で、記録残しておいてね、各自で。で、特に自分の仕事に関わる内容。で、それに照らし合わせて行動しなかったら、それは東証一部、任務の会社もそうですよ。もう全ての職業にてはそうですよ。だからそういうふうにして努力しなかったら、無理です。本当に。仕事終わってから1時間なり2時間なり自主勉強をしましょうと。そういうふうな話にやっぱりなります。で、テレビのニュースで昔のニュースを放送するなら放送するで、警察官が今まで捕まったケースということで、何年何月にこれが本当は正式なニュースですっていうことで、上げていってくれたらいいんですけども、テレビの、特別番組ではいいと思うんです。だからそれは世の中の実態であって、だから検察官とかも捕まってたニュースもあったと思うんですよ。裁判所で勤務した人間とかね。だからどこからどこまで法律を分かっているのかの部分もあるでしょうし、神戸の簡易裁判所の窓口の人間なんですけども、港は駅の近くにある大英、神戸電鉄なんですけども、そこでね、勤務されてる方がいたりだとか、不可解なことが結構あるんですよ。で、やっぱりエネルギーの残存量問題とか、その辺のところで、社会全体がどうあるべきか、だから車もたくさん作ればいいというものじゃなくて、ほとんどの人間が電車、バス、徒歩で移動しましょうと。で、何回も言いますけども、春山整骨院は今すぐ閉鎖。それがちょうどいいんです。で、アリの仲町自体に、この間申し上げた通り、あれだけたくさん、介護関係のところがあるんですから、全部そこから歩いて訪問介護行くだけで、大抵のところはほとんど5分以内で到着します。歩いて。で、ちゃんと順番に日程組んで、時間帯決めて回っていけば、簡単に終わるでしょ。もともと各ステーションにほとんど人なんかいらないんです。歩いて回るにしても。ね、車とかは使わなくていいでしょ。ガソリンとか使わなくて金属の浪費にもつながらないでしょ。いつか錆びて消滅するんですから。田王寺駅の近くの、駐車場とか、錆びてますよ。ネットのところがね。あんなもんもともとネットなんかいらないんです。金網。で、例えば、金属製の遊歩道にあるポールだとか、ああいったものを、藤原台のイオンモールと、その、
ステップガーデンって呼ばれているもう少し坂登ったところにあるその中間地点のね、あの歩道、大通りの方の歩道のところに黄色いそのポールがあるんですけども、まあ、柱、円柱みたいなものです。まあ円柱ですよ。でもうそこの方あの写真でね、あの写真か動画でしっかりと撮影しておきましたけども、もう下の方錆びて穴開いてるんです。で、もともとああいう風なものはすごく薄っぺらく作ってるんです。あんなもので、物事、多分歩道への路上駐車があるからだと思うんですよ、ああいう風なものを設置してるのはね。僕も一回そういうのを見て警察に通報したりとかそれはありました。で、ので路上にね、その車止められてた方がかなりのご老体で、その、まあ、車こんな年齢で乗ってたらもういずれだろうっていうようなね、その事故、まあ、そこに止めてる時点で判断能力はもうなくなってるんでしょうけども、まあ、自分に甘くなりすぎてるか、すぐ近くのこの兄の中町のそのイノセントケアとの間ぐらいのところの古民家、多分もう人住んでないと思います。そこの周りに石垣用だと思うんですけども、大きな石がたくさん、置かれています。で、ああいったものをね置いておけば車入ってこれないじゃないですか。もうそれぐらいいいと思うんです、本当に。手軽な、その大げさな工事しないでね、手軽に済ます方法でもっと進めましょうって、こういうふうなことは私が20歳ぐらいの頃にフルーツフラワーパークで勤務を教えた頃から言っています。だけども何にも変わってないんです。それどころか岡場の駅の交差点の近くに余計な信号とかがね作られたりとか、公共工事をすればいいというものではなくて、あれだけやめときなさいって言ってるのに、田尾寺駅から、まあ、三井住友銀行があって、もう少し有馬街道の延長線上の、道路で行くと巨大な大型テレビといいましょうか、まあ、100インチかもしかしたらもっとあるでしょうね。まあ巨大な本当に眩しくて鬱陶しいものですね。誰が設置したんですかと。それもしかして国の税金使ってたんですか。でだったらもう横領罪でいいと思うんです。いつまでもしいいこととわからない人たちばっかりだから。で、その近くに、まあペンキ屋さんの建物がいつの間にか出来上がってたんです。建物自体はもともとあるんですけども、そこで八百屋さんがスタートしてすぐに潰れたんですけど、当たり前です。古い食料品なんか並べてるからですよ。真面目に仕事する気ない人たちが集まったらやっぱりああなるんです。食べたら危険なものを平気で売り始めますから。で、そこに、ペンキ屋の蛍光灯のモニターを、ずーっと流しっぱなしにしてると。でエネルギーの無駄遣いでしょ。そもそも設置する意味がないでしょ。で、集合住宅とか他の建物もそうなんですけども、基本的にペンキを塗らないでほしいんです。新しくどれぐらい老朽化してるかわからなくなりますから。本当に阪神淡路大震災の映像をね、ひしゃげてる建物の映像を40番台か、まあ、確かまあ40番台だったと思うんですけども、僕のホームページ淡井圭介駅からどの YouTube にアクセスしたらいいかみんなわからないでしょ。その検索ワードがわからないから。阪神淡路大震災と入力してもなかなかそういった建物に遭遇しないっていうのは、つけてる題名のところがね、ややこしい、その検索しやすいようなワードで出てくるようなワードじゃないんですよ。だからこんな名称なんか当てはめて検索ワードなんか入れれないでしょっていうようなところ。だから僕もいろんな検索ワードを打ち込んで、そういった建物にアクセスできるようにしてるだけで、それを閲覧したからといって僕にお金が入ってくるわけじゃないんです。その人たちにお金が入ってくるんです。その権利を持ってる人たちにね。まあ、ただ今現在の YouTube は登録者数は1000人以上で、1年間の動画の再生回数は89時間、まあ、視聴者の方たちのトータルが。あと、まあ、そういった要件をクリアしなかったら YouTube にアップロードしてる人にお金入らないんですよ、1円も。
だからもう今の僕の状況って言ったら登録者数がまだ100人もいません。で、動画の再生回数見ていただいたら分かるかと思いますけども、ほとんどの人たちが私が申し上げてる重要な内容をスルーして、テレビのニュースは、昔の話とかを平気で今起きているかのように放送して、みんなから金銭を踏んだくってると。正当性がどこにあるんですかって。それは少子化になりますよ。そんな楽な仕事していてお金稼げてしまったんですから、それは社会崩壊を起こしますよ。それを自分たちで作ったルールで物事を身勝手に動かして今の株高になったんでしょって。社会のことよく分かってないままの人たちが上の方に行ってしまったからこうなってるんですよ。社会を改善を本気でしようと思ってる人間だけが国会議員とか知事や市長になったらよかったのに、他の議員さんたちもそうですよ。だけどもそれをしなかった。あと行政の課長以上の人たちとかね。これが現実です。日本中のオンブズマンの人たち、ご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。